はじめまして、新人ちゃん。特殊災害対策課ネーロンへようこそ。私はオペレーターのオリーブ。今私たちが置かれている状況把握してるわよね。地球は今滅亡の危機にさらされているの。原因は突如異世界から現れた侵略者キメラ。奴らは人や土地を変質させ全てを異世界へ飲み込もうとしているわ。今や人類に残されたのはここ人工島アークだけ。そしてここにもキメラの魔の手は迫っている。ネウロンはそんな未来を阻止し、キメラから人類を救うために作られた組織よ。心配しないで。もちろん一人で戦うわけじゃないわ。だってあなたは数少ない適合者。人類の英知を結集し開発された最強の生体兵器、レギオンのね。レギオンは共に戦ってくれる仲間でもあり、いつ暴走するかわからない危険な存在だから、俺たちがレギオンと精神をシンクロし制御する必要がある。マックス隊長、ちょうどよかった。戦闘に関する説明は隊長にお任せします。新人、レガテスは装備しているな。それが俺たちとレギオンをつなぐデバイスだ。今からお前には戦いの基本を覚えてもらおう。目の前の怪物、それがキメラだ。来るぞ、気をつけろ。お前が今手にしているのは対キメラ用に開発された特殊な警棒。銃にも変形する優れものだ。一人で頑張るのもいいかもしれないが、対処に時間がかかっちまう。さあ、そこでレギオンの出番ってわけだ。呼び出してみろ。いいぞ、それがお前のレギオン、ソードレギオンだ。レギオンを呼び出すとき、戦わせたい敵に向かって放てば、ぶつかった敵を勝手に攻撃してくれるぞ。お前は状況を見極めて手綱を引くだけだ。もう一匹来たぞ。お前とレギオンは二者一体、互いの位置を把握し、どう立ち回るか見極めることが重要だ。例えばレギオンにキメラを任せておいて、その間にお前は離れた場所で傷を回復するといった風にな。お次はチェインを使った戦い方の説明だ。レギオンをうまく操り、チェインでキメラをぐるっと囲むと、チェインバインドが発動して対象の動きを封じられる。突進してくる相手をピンと張ったチェインでうまく受け止めれば、チェイントラップが発生。キメラを弾き飛ばし体勢を崩すことができる。どちらも成功すれば一方的に攻撃できるチャンスが生まれる。それを逃さず大ダメージを叩き込んでやれ。レギオンと共に戦う上で最も重要なこと、それはいかにシンクロできるかだ。攻撃中レガテスが青く光る時があるんだが、気づいていたか？それがうまくシンクロできている証だ。青く光る瞬間、タイミングよくレギオンに命令すると完全なシンクロが起こり、通常とは異なる連携攻撃が発動する。これをシンクアタックと呼ぶ。シンクアタックが発動できるタイミングは様々だ。連続攻撃の最中はもちろん、相手の攻撃を回避した時や、タイミングよくレギオンを呼び出した時に発動することがあるぞ。いろいろ試して発見した強力なシンクアタックでキメラを蹴散らしてやれ。言い忘れていたが、レギオンは暴走の危険性があるため、長時間呼び出したままにはできない。リミッターゲージがゼロになると危険を察知したレガトゥスが自動でレギオンをオフにしてしまうぞ。
そうなると次に呼び出すまで時間がかかる。こまめなクールダウンを心がけろ。基本はこのぐらいにしておこう。次はレギオンの戦闘スタイルについて説明する。開発されたレギオンは全部で5つ。それぞれ違う性能を持っている。まずはこれまでも使ってきたソードレギオン。接近戦に強いスタイル。アローレギオンは弓のような武器で遠く離れた敵を攻撃したり、空高く飛ぶ敵に有効なスタイルだ。アームレギオンは巨大な腕を生かした近接戦闘と全身に仕込んだ武装で中距離攻撃を得意とするスタイルだ。ビーストレギオンは移動や攻撃のスピードが速いスタイルだ。トリッキーな動きでキメラを翻弄することができるぞ。アックスレギオンは守りを重視したスタイルだ。カウンターで強力な一撃もお見舞いできる。敵や状況を見極めてスタイルを切り替えることで戦いを有利に進められるようになるはずだ。そのためにも各スタイルの特徴をしっかり覚えておくようにな。さらに各スタイルのレギオンと一体となって特殊なアクションを行うことができる。ソードレギオンならエネルギーの流れを切断する攻撃で相手の攻撃を一時的に止めることができるぞ。アローレギオンなら精細なエイミングが。アームレギオンは鎧のように装着して戦え。ビーストレギオンは背中に乗ってそのまま駆け回ることができる。アックスレギオンならお前も一緒にエネルギーフィールドの中で身を守ることができる。これらの特殊アクションは戦闘以外でも役立つかもしれんな。困った時はいろいろ試してみるといいだろう。レギオンの能力を強化することも忘れるな。各スタイルごとにスキルツリーが用意されている。新しい技を習得するのもよし、攻撃力や防御力を高めるのもよし。どのスタイルのどの特性を強化するかはお前次第だ。どう？レギオンについてしっかり覚えられたかしら？じゃあ私からは戦闘以外の仕事に役立つ情報を伝えておくわね。まず操作の基本。周辺の状況確認にはコンタクトレンズ型デバイスアイリスを起動して。アイリス起動。警察庁のデータベースにつながっていて、さまざまな情報がリアルタイムに立体映像として可視化されるわ。アイリス起動。それを手がかりにして事件を解決しましょう。それにレギオンたちの特殊な力を使えばきっと事件の捜査に役立つはず。レギオンが人に見えないという特性を生かして怪しい人物の会話を盗聴したり、重くてあなただけだと開くことができないような扉を開いたり、警察犬のように匂いをたどって行方を探したり、スタイルごとにできることが違うから困った時はいろいろ試してみると道が開けるかもしれないわね。あら？それは異世界につながるゲートよ。そのままにしておけないわ。チェインバインドで破壊できるはず。すぐにやってみて。お疲れ様。レギオンのこともうすっかりマスターできたんじゃない？これで私たちの未来は。いやまだだ。
ひよっこを甘やかしちゃいけない。この先、俺たちの想像をはるかに超える脅威が待ち受けていることだろう。お前の力、必ず必要な時が来る。その日まで死ぬんじゃねえぞ。